き。今日の私さ、お姫様みたいじゃない？この格好似合ってないかな。なりゆきなんとかして。こら、出会い頭ラリアップやめろっつったんだろ。竹本売るか。ごめんごめん、私これから自主練でさ。中学時代からすごかったけど、さらに速くなってんな。さすが未来のオリンピック候補。あれ、成幸じゃん。なになに、覗きに来たわけ？もうエロいな。違うから、ポーズ取んなくていいから。なわけで、明日提出の宿題やばいっすわ。成幸ならもうやっちゃってるよね。はよかして、写させて、てかよこせ。同じとはいえ無遠慮ここに極まれり。お前な、たまには自分でやってみろよ。うわー、頼むよ、見せてくれよ。やー、何よき。すまん。もう成幸さん、泳げないんだから無茶しなさんなよね。それはそうと、竹本捕まえたぞ。うやー、卑怯者。あれ、リズリン偶然。竹本。いや、私もちょうど成幸に教えてもらいたいとこあってさ。一人カラオケ中だったのでは。何するんですか。リズリン胸大きいんだから、そんな細かいこと言わない。ねえねえ、ユイガ、ノート貸してよ。またか、しょうがねえな。丸写しすんなよ。やったゆいがっていつもなんだかんだ宿題見せてくれるし、便利なやつ。一緒にいてって、どこが、その、ま、俺が何、なんでもない。え、俺、今日のこともそうだけど、いつも世話になってるし、さ、ちゃんと使えよな。んなこと言って、本当は好きなんじゃねえの。日焼け跡エロいもんね。アホ、そんなんじゃねえよ。成幸が誰にでも一生懸命なのは知ってる。だったらせめて一番私に一生懸命にさせてやるんだから。その手があったか。成幸怖い。はは、ウルカは可愛いやつだな。よし、行くぞ、ガバッと行くぞ。今だ、行け、竹本ウルカ。この感触、この爽やかな開放感。ほら、つけ忘れた。きゃー、成幸怖い。あ、どうした竹本。無理でした。そんな度胸あったらとっくに中学時代告ってました。成幸。お、一生帰んない。ねえ、言われた通りにしてみたけど、こんなん恥ずかしすぎるよ。帰るか。何変な意識してんだ。相手は竹本だぞ。でもどうしても成幸にドキドキしてもらいたいもん。絶対距離縮めてやるからね。動けないよ。あれ、隙だらけじゃね。あの竹本からボールを奪った。ユイがすげえ。しまった。やっぱ早っ。とにかく速攻で決める。絶対ダメる。トラベリング白ボール。試合終了。先生、誤解だよ。プールで押し倒された件は、ほら、いろいろ勢い余ってて言うか、まあそんな感じ。もはやフォローですらね。退出。そ
でね。いつもノート見せてくれて、水泳応援してくれて、勉強に毎日一生懸命付き合ってくれて、かっこいい人。完全にウルカちゃんとユイガくんの話だこれ。ヤッホー、オモリッチ。ユイガの裏切り者、俺だって女子とキスしてーよ。え、彼女いたんだ、成行。何泣いてんの、もう中学からうだうだしてた自分が悪いんじゃん。じゃあさ、こういう質問の時はどう答えるんかな。ディデュンというキッサムワン、成行。うっ、ノーとは言わないんだね。お、やるじゃん、頑張んなよ、なりゆき。ああ、そっち忘れてた。恋愛成就、好きな人にドキドキしてもらえますようにって、それしか考えてなかったよ。ドキドキしてる。仕方ねえだろ、そんな無防備な格好で近づかれたりしたら。そりゃすまん。つがだからさ、お前もバカ成行。なんでそんな簡単に言えちゃうんだよ。私が成行って言えるようになるまでどんだけ練習したか知らないっしょ。もう泣かないって言ったばっかなのに、悔しくて涙出そうじゃん。お前もそういう格好、好きなやつの前以外ではやめとけよ。好きなやつの前以外では、うん、そうするね、成行。大好きだよ、成行。何すんだ、竹本。竹本？ん？あれ、下の名前で呼んでくれるんじゃないの？え？それじゃあ、ウルカ。